打撃で勝負するのももちろんですけど、まあ、それ以外にグラウンドの展開とか、まあ、相手の心を折るようなそういう展開にしたいなと思ってます。ここで2人でどういう勝ち方ができるかで、ね、これから先変わってくると思うんで。朝倉海、そしてトップロイタイガー名対決戦です。終了のゴングとなりました。朝倉判定3対0、朝倉海が見事に勝利を収めました。ダメでした、全然ダメだ、本当に最悪、最悪の試合でした。くそ、ちょっと疲れ果たしていましたね、失敗しました。結構腕が乳酸溜まっちゃって、俺が最初から相手を分析した通りの、あとタックルの距離が遠い。うわー、悔しい。勝った喜びよりもなんかつまんない試合になっちゃった方が悔しいんで、これをバネにちょっと頑張ります。